最初は全く違うのをしようと思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと横やりが入って、入れたらそのまんまもう、うん、でもああいうのを入れたりする時にも、あの後ろの帯があるから、なんかこう、なんていうんですかね、ベースが変わらないので、まあ、そういう意味ではああいうデザインにしててよかったかなと思います。後ろの帯だったり、やはりナショナルフラッグであったり、そういったベースをもとに少しずつ、ね、変わっているという形で、毎年、ね、こうヘルメットのカラーリングにも注目してもらうのも面白いかもしれません。それではね、あ、そうですよ、カラーリングといえば、今年の16号車といえば、開幕当初、まあ、ホニャララ号っていうね、話題が随分ね、熊本大分なんですけど、うん、そうですね、熊本近く、はい、そう、熊本に似てる、似てるんですよね。はからず結構途中ふざけてピットでほっぺ張ったりしてましたよね。そんな時もありました。まあ、ぜひあの、はい、応援していただければ、あの九州ということで、ぜひね、この皆様16号車熊本を応援していただければと思いますけれども、まだまだお話伺いたいところなんですけれども、そろそろ時間も近づいてまいりましたので、最後にですね、予選向けての意気込みを伺っていきたいと思います。ではまずナレイカスキア選手、お願いいたします。お願いします。青タイヤさん、ピンクリップ seems to be quite good, so hopefully and we don't have much weight, no success ballast, so it should be quite good in qualifying, I think.ネズエクス GT の相性のいいこのオートポリスでウェイトが少なく、そしてグリップもあるということで、応援しております、期待しております。それでは中島大輔選手、予選への、はい、今日はオートポリスまでお越しいただきありがとうございます。さっきもお話した通り、ちょっとフリー走行苦しくて、ちょっと今のところこのままだと心配だなっていうところなんですけど、まあ結構フリー走行から予選決勝と、あの路面の状況がすごい大きく変わるサーキットなので、少しも我慢するところも必要なのかなと思ってます。で、予選決勝と少しでもいい戦いできるように、まだこれから予選までも時間あるんで、チームと準備進めて一つの勇気を得られるようにしたいと思ってます。最後まで応援よろしくお願いします。応援しております。頑張ってください。予選前のお忙しい時間にお二人の選手にお越しいただきました。皆さん、熱を前にお楽しみいただきましたでしょうか。どうぞ応援の大きな拍手でお送りいただきたいと思います。16号車チーム向けから中島大輔選手、64号車モデューロ中島レーシングから丸井ガッキア選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。